うございます。どこですかここ。福島の郡山、福島市です。あの元従業員のちょっとアホなやつが今日多いので。アホなやつ、あ、おるおる、すいません。すいません。あ、今度はゲーム店ミノです。よく行くんだ。よく行きます。ショウホ、ショウホさん、ショウホ、ショウホ、お前の会社だった。あー、僕、ソウヒ、ソウヒ。全然違う。教えた、全然違う。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、ジュエース。ジュエース。社長。社長。あの従業員のクソガキですわ。今日はなんか、まあ、最後、扱ってできるってことで。で、いろいろ、まあ、昔話、酒飲みながら。まあ、大経営者のね、従業員何十人ぐらい。下請けまで入れると ?270 人ぐらい、ね。100人ぐらい動いてた。で、あの、ぜひね、また求人とかもやってるんで、ちょっと俺も酔っ払ったら、そういうのをするとか、それ言ってくわ。またこれ面白い動画、全部上がってると思いますんで、そちらの方も見てください。お疲れ様です。ジュエース。お二人がいっぱい撮ったね。そうですね、いっぱい撮りましたね。でも僕も疲れたら撮り回されて。こっちだよお前、あっちだこっちだとね。ドッキリはめやがって。昨日のドッキリは笑ったな、ほんと。イキっちゃって最後は謝っちゃうみたいなね。社長、こういう風にしなくなるんでやめろよ。はい、まあ今日はどういう動画、まあ、まだサムネも考えてないんですけど、サムネも考えてないぐらいですけど、まあ本当に豊か健太って、あの豊かがたまにね俺と絡んでくれて、今ね面白い動画作ってくれてると思うんですけど、まあ2トップだよね。まあそうですね。まあ、ツートップもあるんですけど、俺一人だろみたいな。まあ、まあまあ、そうだな。二人あげるとしたら、まあ、豊かだよな。そうですね。まあ、そういう、で、今はすごい経営者になって、まあ、俺より儲かっとるんじゃない？儲かってないです。儲かってない。36時間連続でキャップくらいやってしまう。あの、職人やっとるやつってワンパクじゃん。ワンパク、ワンパクって。で、その、拾ってくれるやつを見つけた方がいい。俺らアホなんだもんね。そうそうそう。だって僕らでも思うけど、そう、この間求人で来て面接して、だけど今から入る人じゃん。この現場に飛び込んでもらった時に、建設業ってそうじゃん。その人って履歴書見た時にパソコンの仕事ばっかみたいな仕事だもんね。その人の履歴書の履歴がね、の仕事、現場でのいろんな設置工事の仕事だって言って分かっとって、外仕事って分かっとって、中の仕事ばっかしとった人が来たわけ。あ、内勤ばっかりやってる人が、そうそうそう、来たわけだけど、確かに俺は人が欲しい。だけどそこを例えば、うちはいい会社ですよっていくらアピールしてもさ、結局来てさ、その人が来て蓋開けた時にびっくりしてもらっても困るもんで、それで行ったのだで、建設業ってなんかまともな人間なんていないよってことを説明したんだ。だから本当、ね、正直にね。なんでそうじゃん、現場行ってもやっぱ罵声飛び交うのがなんか建設業って感じ。罵声って言ったらあかんけどね、はい、それが建設業じゃん、はい、だからまあそういう話をした中で、まあ、もちろんその人はお断りになったけどね、はい、だけどまあそういうとこだよね、まあ、これ正直な話じゃんこれ、うん、だけどまあ普通のこの、例えば昨日までこの会社員でやってましたっていう人は、はい、多分俺無理だと思います。無理だよね。YouTube でやっぱ求人で来る子もそうですもんね。やっぱりそのやっぱ僕ら動画でしか上げてないわけじゃないですか、うん、はっきり言ったら、うん、だけどそれっていうのはやっぱ、まあ、YouTube 撮って楽しいわけやいやいとしてる感じだけど、やっぱり忙しい現場だったり忙しい現場なりに急がなあかんっていう部分もあるもんで、なんでそこをやっぱ僕らもなんか踏まえてもらってで来てくれる分にはいいですけど、やっぱ求人でも電話かかってきて、普通にやつすごい楽しそうなんでって言われると、まあ、楽しそうなのはすごい分かるんですよ、うん、だけどその忙しい部分のあれの知らないもんで、そうそうそう、忙しい時にじゃあそこまで頑張れるかって言われた時に、そうそうそう、そういうことができなかったらもうついていけないわけじゃないですか。でよくあるのはそこだよね。そうです。何が嬉しいって言いかけていい？うん、カメラ意識してんだよ。だけどさ、でも俺思うけどさ、うん、この隣の芝はきれい、ね、きれいに見えるみたいなことわざあるじゃん。だけどさ、うちでもそう、こういう建設業やっとってもさ、うん、あそこの会社はこうだった、ここの会社はこうだった、うん、ね、例えばじゃあそう現場一緒になってね、うん、やっぱ同じ立ち位置で入る会社ってあるじゃん、うん、はい、その中であそこの会社はこうしてます、ここの会社はこうです、だけどお前おる会社ってどこなのって話じゃん。でその、うん、別に立ち位置がないもんで、別にここにこっちにも行ってるし、こっちにも行ってるってことですよね、うん。俺ちょっと一個喋っていい？喋るよ、うん、熱いこと言うけど、あのさ、俺なんかまあ夢がさ、学校やるのが夢だ。でもなんかやっぱ俺の好きなことはやっぱ反映されとんな。やっぱクズが好きなんだ。だけどでもクズほどそういう夢を大きく持った人になんかそう、まあね、でもクズの中にやっぱ100人の中の一人なわけよ。磨けば何磨けば光る原石で、あの視聴者で、あのね、まあ視聴者さんなんか建設業界なんか大変だとかクソだとか儲からんと、本当にそうなの、まあ、こんなことやらんでいいんならやらんほうがいい。そんなこと言うんですか。でも視聴者は、いやもうアンチコメントバチバチだよ。じゃあほんなら結局儲からんの。いやいや儲からんだろ。でも一生懸命やっだから俺も中卒でもやっぱり夢がある。
だけどこの視聴者の人もそうだよね、うん、公の場でそれが言えるようになった時には強いよね、その視聴者の人もね。ああ そうですね、そう思わない？でも、はい、でそこができない俺でもそうだもんね、はい、その壁乗り越えたわけだし、うん、反対にこうやって YouTube で発表できるぐらい、うん、これがもともと俺らなんかクズなの、建設業界みたいな、所詮なんかもう悪いことしかしたことないわけですよ。僕もあの29で会社立ち上げましたけど、29まではクソでした。ほんとクソだった。だけどやっぱ夢があるのは、なんちゅうかな、クソって言っても友達とか仲間とか、だから俺はお客さんを騙してる、これは自信がある。本当にいいものをちゃんと売っとる。やるなら誰にも負けたくない、仕事はね、いい仕事をしたいっていう思いがあるやつがやっぱ集まったら、やっぱお金ってなるか、建設業まだお金になる、全然お金になる。だってクソみたいな業者ばっか、ほら10人できるじゃんっていうのを20人30人でやってるやつがいくらでもおるじゃん。それでも生きとる会社いくらでもおるじゃん。だから建設業ってなんかダークに見えるけど、まあ所詮ダークなんだわ。だけど誰も現場やらんでしょ。大学出た方が現場行く、ゼネコン監督はやるよね。だけど働かんわけじゃん。だけどまあでも分からんすけど、だってそうじゃないですか。じゃあ例えばさ、うん、まあ寺道ぐらい分からんと思うけど、昔の本当に飛びやっとった頃とかって分からんじゃん。あ、どうだったって、はい、社長の子ってさ、はい、だけどじゃあ社長がさ、今例えばこうやってカメラ持ってこう来てこう来て、はい、なんで俺がそんなんやらなかったとか言っとったよ多分。昔ね、昔ならね。だけど今こうやってここでこの場でこうやってまともな話できとるってことは、さっき言っとったアンチコメントじゃないけど、はい、その人たちもそういう意見を応用できるようになった時には、まあ、その人たちは無敵だよね。まあ無敵だよね。で、まあ所詮だって俺は思っとる、まあアンチさんごめんね、だけど、うん、そのレベルなの。俺も人いっぱい見てきたし、俺もその、うん、アンチさんに悪いけど、俺もアンチのそのクソみたいな時期があった。世の中クソだ、俺は親が貧乏あったでとか、なんだったでとか、俺は人生境遇悪かったとか。だけどこれかっこいいこと言うわけじゃねえよ。だけどそのアンチコメントの反対には、その少年時代の俺はアンチコメントの人と一緒だった俺なわけだよ。でもだけど今この公の場でこうやって話せる俺がおるってこと、なんで自分っていうものをそんな尊重できるではないけどさ、自分っていうものをこう出せる風になった俺がおるもんだよね。まあ、じゃあ、俺ちょっとまとめていい？健太くんも、健太くんってなんすか？一くんも、やっぱ俺がすげえってことだろ？それまとめすぎ。ちょっと俺すげえかやっぱ。収まり聞かんすよ。収まり聞かんすよ。おー、すげえな俺、お前ら。まあじゃあ、もう最初にかましたら、ね、言っていい？いいですよ。いいですよ。まあこいつなんかね、視聴者の皆さん知ってます？入って、まあ、3ヶ月ぐらい？言い過ぎでしょ。4ヶ月ぐらい？もういい過ぎでしょ、もう。半年ぐらいかな。半年6ヶ月、かわいいやん。まあ3ヶ月から6ヶ月の間ですよ。まあ入ってきて、すごい力があった。で、力っていうのは仕事ができる、できんなんか俺はどうでもいい、本当に。まあ仕事できた。でも、素直さと、どう裏切らないエネルギー、優しさっていうか、本当に、ハートがあるやん。で、こいつもそうなの。もうずっと、まあ今日も飛行機の中で、まあ、半分冗談なのに。まあ7年、8年、ね、うちに勤めて。まあ5年は俺に損させてるんですよ。5年はそう。でもこいつはまあ、もうもっと凄かったよね。こいつすごいよ、多分。いや、それは。いや、入ってきて、初日にまあ熱中症で倒れたからね。救急車運ばれたもんな、初日に。入ってきたやつがアルバイトで来たんやろな。そんだけ豊かがこいつ面白いおっさんだよって言うんだったら見たるわ。俺29だからね、29のおっさんで髪の毛まだあったんだよ。ソフトボヒアなかったなかった当時、当時まだソフトボヒアまあ多分携帯にあるんですけど、普通にまあソフトボヒアっつっても本当にソフトっすよね。だけどなんかの証明写真だけどアフロだった。まあこいつがまあまあ過去は黒い、本当にね、言えんぐらいの過去をいっぱい持っとる。まあこの動画にしたいと思うんですけど、ただ俺は何やこいつって言ったのは、やっぱ素直さとか真面目さ、悪いこと分かってますよ。こいつがさ6ヶ月で、なんちゅうか俺は、ね、なんかハイエース200万ぐらい使ったんだ。助成金が出るっつって、あのなんか300万まで使ったら、そうです、なんか300万ぐらい返ってくるっていう助成金があったんです。俺はその300万で、俺はもう10何万20万ぐらいの車しか買ったことないのに、こいつがやった行動は6ヶ月後ね、俺はにあの250万か300万ぐらいの車だよな、ハイエース。そうですね、300万、300ぐらい、うん、で、俺はこいつが一番可愛いもんね、こいつに専属したって言って、で、めちゃくちゃ綺麗にしようかな。そうです、めっちゃしてました、ね、ドキンにして。で、俺はもう10万、20万のあのなんか変なカローラ版みたいなやつしかない会社だったよな。あの、これはあのノア乗っとったから。もうどう臭いやつな、うん、もう買った時点で臭い車乗っとって。で、まあ俺は本当風俗ビルの3階か4階で事務所だったな、あれ。そんなレベルの会社で200万300万のハイエースピカピカのやつ買って、でこいつに専属者にしとったんですよ。だからこいつがまさかのだよ、まさかのだよ、まさかのその車を乗って飛んじゃったんですよ。
会社にもう情報それ一歩間違えた盗難だからね。その話じゃ投げてくれこれだもう1ヶ月2ヶ月ぐらい会社に来てないわけでこれ使ってほしいけど情報が入っていいだろう。まあ従業員からね、まあ、従業員みんなこいつらの後輩だもんね。その当時後輩とか先輩とかまあそのつながりがある人間を紹介できとるもんで、つながりから来とる情報は健太君の反射になりました。なってねえし、全然なってない。なってそれはない。俺の車乗ってたまんまだよ。250万がだからな、まあ、健太君反射になりました。感謝になったはやりすぎでしょこれは。だけどでもまあまあ半分冗談、じゃあ半分冗談じゃないけど半分はご情報もあるけど、でも1個だけ言うと、まあまあ酔っ払ってちょっと視聴者もまあね気づいてないかもしれんけど、まあさクソみたいな、俺もクソみたいな人間だったからねその当時。だから今それは俺その人を切っちゃうんですよ。加藤健太っていう人間が最初の時に切っちゃうかもしれんけど、まあその時にやっぱ考えたのは、ただこいつは俺に騙すことある。もうキャバクラに担いですよって彼のことおい財布行くぞだけど騙したことある。僕は騙しないですよね。でもだからそこなんだよね。そこだけはわからん。俺も人騙してきたとか過去にあるかもしれんけど、だけど社長にだけはそう思われたくなかったっていう気持ちが強かった。でだけど小杉じゃないぞって、悪だけど小杉じゃないぞっていうのはあったよな、ちょっとすごい大事なことだと思うんだよ。その視聴者のまあね分かって、まあ、やんちゃやってる子いっぱいあると思うんだわ。いや横着でいいんだよ、でそれに乗ってくれる社長だったらもうやめやいいと思うんだけど、小杉になりたかったからな。僕もそうだね。だから盗まれるとか盗むとかそういうのは嫌だった、ね、で、お前に言われたことある。俺が100円、200円転がしとって、机の上に。でも、片付けてって。100円なくなったって言われても、俺が疑われるの嫌だ。そう。何十人もだよ。もう20人、30人もだったな、あの当時。俺たった100円でなくなったって言って、やっぱ疑われるの嫌だ。だから、ちゃんとお金ちゃんとしてって。それはもう今でも記憶に残っとる。本当に記憶に残ってる。お前言われたのね。うん、こいつもクソだよね。まあ、だけど、小杉じゃなかったな。はい、俺もそうだった。本当に自分も小杉やったけど、ああ、小杉なんで、まあ、クソ人間だったけど、まあ、でも職人って、俺、クソ人間でいいと思うんだわ。だから、小杉になり下がるなよ。だけど、男の社会だから、綺麗に生きたやつは勝つよな。16、18の子たちにさ、言葉あげたりと思ったら、俺はまあ、本当に学校作りたいって、ずっと言ってたのが、まあ、気づいたら学校作る前にもう学校あったの、この会社。けど、俺、本当に最近すっげえ思う。フィリピンで学校やるって、まあ、動いとるけど今フィリピンで学校やるってなんか情熱がわかんけど、気づいたらなんか俺もう学校作っとったなって。別に商売してないじゃん。まあそうだよね。でもそういう人間育てでもいいじゃないですか。そういう人間が好きなんだから。そう、うん、そうね、そう、俺も好きなんだよ。面倒見たいんだよね。見たがり僕でそう思ったこの人相当面倒見てんだよ。より深く見てない好きじゃないと俺もうやり方もあお客様もいっぱい見てくれてるんでフォローするわけじゃないけど、そういう子たちって本当に宝だ。お前も会社やって思うだろ。クソみたいなやつの中に宝ってことじゃん。でもそれ見極める能力がある人間だけにモテる特権ってあるじゃん。いやいや、だけどでもこれ僕自分をなんかあげる言葉じゃないですよ。見極めこう原石を磨くのが上手だったんだ。分かる。原石を探し出して分からん、これ言い過ぎかもしれんけど、なんだ本当にそうじゃん。だって普通の人からしやさ、俺ら雑魚じゃんそうでしょね、普通にねこれシード軍団みたいな感じからさ雑魚だろ俺ら。いやいやいや、社長今若い子たちそうだと思うんだよ。でまあこれ結構今日動画どきつい内容になったと思うんですけど、俺は思うのは職人の世界ってまあ所詮鍵だめ、もう綺麗な場所じゃない、クソみたいな人間しか集まらん場所だから。でもその中でやっぱ拾ってくれるやつが絶対おる。それはやっぱ自分で見極めなかった。でも金儲けしてるやつはついていく必要ないと思うの。ええやつに拾ってもらえるチャンスってないかもしれない。でも、まあ、こいつ福島で商売やってるけど、まあ、こいつは人を見極めるセンスがある。あの、タロちゃんか。タロちゃん。まあ、俺はこいつに騙されたから。だけど、俺は彼に会って、一瞬で思ったのは、やっぱええ男。今日初めて会ったんだけど、今日じゃないね。昨日かもう騙されてね。クソみたいな、お前は。でも、俺もそう、中卒だったから、だから会社作った。だから俺は、もし俺が大学卒業だったら、経営者になってない。みんなそうだから。でも、
多分太郎さんっていうのは多分たまたまええ男に出会って、いやこの人のために一生懸命やったろうっていう人が多分出たんだよね。長いって言うよね。何年ちょっとだ、この人に出てて。もう3年、2年か。短いな。もう8年、8年続いてる。これはすごいことだと思う。あれ、大変だな。8年でね。はい、皆様。俺たちクソでーす。クソでーす。クソ以外見るなー。クソ以外見るなよ。また見てねー。こんなもんだけど。また見てー。バイバイ。バイバイって初めて聞いたっす。